大切な人への感謝の気持ちを伝えようと、小学生が書いた俳句をモザイクアートにして展示する催しが葛城市で開かれています。会場の新城文化会館マルベリーホールでは、大和高田市、御所市、柏市、葛城市、広陵町の小学4年生から6年生を対象に募集した400点の俳句が、ありがとうプロジェクトの文字で表したモザイクアートとして展示されています。この展示は新型コロナウイルスの感染拡大で、小学生たちが日常生活や学校生活において行事の中止など様々な制約によって人との関係が薄くなっていく中で、大切な人への感謝の気持ちを俳句で表現し伝えてもらおうと、葛城青年会議所が開いたものです。作品には日常生活の関係から母親に対する感謝の気持ちを表した俳句が多い中、地域の人やおまわりさんに対する感謝も寄せられています。小学生の皆様が表現してくれたこの数多くの感謝の気持ちが、一人でも多くの方の目に触れることで人と人とがつながり、そしてさらには感謝の輪が広がっていくことを切に望んでおりますので、ぜひとも会場に足を運んでいただいて、多くの作品に触れていただければなというふうに思っております。このモザイクアート展示は今月29日まで開かれています。